はい、こんにちは。今回はヘアカラーで赤やオレンジですね、赤やオレンジを消して柔らかい中性的な色に持っていく方法を紹介していきます。で、まずこの状態は一度ブリーチをしてオレンジ系の色をのせてます。で、こういう感じになってるんですけど、で、これが一度ブリーチをすると光レベルが1、ブリーチをしてないのは光レベルは0、ブリーチ2回が光レベル2という感じになってくるんですけど、ブリーチをして色をのせた状態で1ヶ月2ヶ月ぐらいしてまた戻ってきた状態で、この状態っていうのは光レベルは 0.5 になります。で、 0.5 だと光レベル1で入る色がまでは入らないけど、光レベル0よりかは明るい色が入れられるという感じになってくるんですけど、今回この光レベル 0.5 にあまり明るさは暗くはしたくないけど、ちょっと柔らかい色を出したいっていうのをイメージしてやっていきます。なので今の状態が10とか11レベルぐらいになるんですけど、そこに今回はこちらのスローのアッシュの10ですねをメインに使っていきます。で、アッシュでも自分の使ってる、この自分のサロンの使ってるアッシュがどこのアッシュなのかですね、ブルーなのかバイオレットよりのブルーで、マット寄りのブルーなのかですね。で、このスローの場合はブルーよりも1個だけバイオレットにずれる位置ですね。なんでシルバー系になります。で、このスロー自体が透けた感じ、ちょっと柔らかい感じの色、色がそんなに強くはないのでプラチナシルバー系の色になってきます。で、これを使って明るさはあまり、まあ暖色系から柔らかい色、中性色になると暗くは感じるんですけど、そこにグリーンを今回は混ぜていきます。で、今回はグリーンを 60% 混ぜます。このアッシュの10にグリーンを 60% ですね。なんで色の強さとしてはだいたい4レベルぐらいの強さをイメージして、結構動画だと色味がちょっと分かりにくいかなと思うので、もう強めの色を出す感じで今回はやっていきたいと思います。はい、で、こちらが仕上がりになってます。こういう感じですね。中性色はこういう感じで柔らかい色になってきます。で、今回は光レベル 0.5 なんで、一応ブリーチ歴はあるんですけど、これがブリーチ歴がない方ですね。通常ずっと10トーンとか10レベルとか、まあ、8レベルとかで染めてる方で、赤が強い人とかもこの理論っていうのを使っていくと赤を完全に抑えて色味も出すことができます。で、今回はアッシュの10ですね。これがどういう色なのかっていうのをまず分かっておく必要があります。シルバー系、まあ、プラチナシルバー系ですね、このスローの場合で、マット、グリーンとプラチナシルバーの合わさったような感じの色ですね。ちょっとプラチナシルバーっぽいところもありますよね。で、メイド自体は暗くはなってないんですけど、色の強さ、まあ、サイドですねが濃く、なるべくギリギリまで濃いめに入れてるので、こういう感じでしっかりと強い色が出てるかなと思います。で、自分のサロンの薬剤の特徴を知って、アンダーですね、もともとのベース、光レベルで、その辺を全部分かって、そ
この理論に合わせていくと自由に色を作ることができるようになってきます。また今後もいろんなことを紹介していこうかなと思います。ということで今回は以上でした。